キャラ芸人のくせにプライドが高い芸人ランキング。さあ、ということで本日のゲスト R 藤本さんです。ベジータだ。R 藤本さんです。ベジータだ。R 藤本。ベジータだ。加藤隆さんです。いや、ベジータだ。そういうのもあるけど、なんでたで加藤隆さん、あるけど、あとジャムおじさんと、ジャムおじさんもあるからな、はい、ベジータだ。え、じゃあ俺ら今日ベジータ感じ、当たり前だ。ベジータ様、もしくは王子だ。王子かベジータ様。なるほど。あれ、一応隣でもいいんじゃない、一回貴様貴様ナッパか、貴様お、出やがったな。ナッパだ。そうだ。ナッパのセリフ知らないけど、俺あんまり、まあ、あんまりもう忘れてるんですよ。活躍もしてないからね、やつは。DB 芸人で一応ナッパ役でオファー来てもずっと断ってたよな、お前な。ああ。だってもう一人いらっしゃるからね。まあね。うん、もうやつはもう死んだみたいなもんだからな。はい、死んだみたいなもん。お前もベジータじゃないのか？何？俺がベジータだ。まあ、俺がベジータだ。俺がベジータだ。俺がベジータだ。いや、お前は R 藤本だ。貴様は金ちゃんだ。でも何も生まれない。ちょっとすみません、ちょっとだけ俺も声真似させてもらってたから、ね、ミスターサタンだろ、お前。何？お前ミスターサタンだろ。ミスターサタンか。俺はベジータだ。なんだ、な、やらないのか。すみません。すみません。まあいい。はい、何もないんで、はい。さあ、ということで、なんだ、今日はベジータ様、ベジータ様をお迎えしてゲストに、はい、初じゃないですか、YouTube 史上。そうだ、ベジータ様が YouTube に出るっていうね、はい、でも、はい、僕も YouTube いろいろ YouTube サービスしてて、はいはい、そのおっと思ったのが、うん、その最近ベジータ様が、うん、なんだランキングをやられてるんですよ。なんだ、貴様ら俺の企画パクっただろう。いやいやいや、俺が今 YouTube でやってる企画をパクって今日こんなのやってるんだろう。俺らもう3年やってるんですよ。何？早い。で僕らももともとニューヨークのランキングパクったんで、パクってパクってさらにパクってる。なるほど。なるほど。まあいい。あ、今え YouTube でランキングやってくださってるんですか。はい。まあ DB 芸人っていう狭いな、ああ22ぐらいの中で、なるほど、はい、ああそのなんかどういうランキングを。でもやっぱ DB 芸人って、あのまともじゃないから。まあな、ドラゴンボール芸人、そうそう、ドラゴンボール芸人、まあ、今当たり前のようにしたけど、まあまあちょっと権利問題がいろいろあるから DB 芸人で ごまかしてるんだかな。DB 芸人ってさ、もう本当にあの本当グレーな人たちだから、ああそう限りなく社会的にももうグレーなやつだから、普通の芸人世界で見ない人だもんね。そうだ、本当にね、非公式なのになんかそのなんかプライドが高い人が多いというか、ああプライドというか変ですよね。まあおかしいなやつらは、おかしい人が多い、おかしい。我々の同期で言うと、はい、チーム近藤、チーム近藤な、はい、ザーモン、ドドリア、ドドリアだ、ドドリアやってますね。で確かに未だに40歳、41か2かな、今40だな、はい、40で詳しい、はい、全部覚えてんだよ。もうドドリア終わった後に普通に親のカードで風俗に通って、はいはい、クズじゃない、はい、親のカードで後輩にご馳走する。そうだ、それがドドリアさん、それがドドリアさん、まあ、やつは主力の方だからな。一応主力なんで、そんなドドリア DB 芸人って今何人ぐらいいるんですか。まあ細かいのも入れるともう20人ぐらいいるから、ね、そんな大所帯になってますね今。そうなんだ。じゃあ一応その中か、もしくはまた違うかもしれませんけど、うん、まあそん中で言ってもちょっとしょうがないからな、はい、知名度もないしな。先生は知ってるんですかね、 DB 芸人の存在は。一応知ってるらしい。あきら先生どう思ってるんですかね。まあ黙認というかな。ああ一応シャレの聞いた、まあやる分にはぐらいの感じだと思う。ああ面白い方ですもんね。そうだ、公式でオフィシャルにはなってないですね。なってない、決してなることはない、決してなることはない、なることはない。お会いしたこともない。ない。だってやっぱさ、うん、1個の国ぐらいの規模だからね、ドラゴンボールっていう全体で考えたら。作者が OK だったら OK でもないから。あ、そうか、集英社、東映、バンダイ、いろいろあるからな。いろんなものがあるから、はい、それ一人で OK で言えないってことね。そんなだからドラゴンボール芸人なんて言っちゃダメよ。DB 芸人だ俺たちは。まあでもその DB 芸人いきなり言われてもさ、初めての人分かんない。ベジータはいいんですよね。何がだ、ベジータだ、ペジータ、ペジータ、なんかペジータってよ、ヘジータにしなくていい、ヘジータしなくていい、芸人みたいな、まあ、それなんかゲーム関連のイベントとかとごまかしてやるときあるが、あるうちもさって何年目、ベジータだ、そ何年目何年ぐらいベジータやられてるんですか。まあ、それは生まれた時からやってるが、はい、やってるが、まあまあ、はい、お笑いとしては、はい、なんだ、15、6、
15、6年か。15、6年。ああ。だからそれこそ僕らが、はい、あの NC 卒業して、はい、最初無限大ホールの舞い上げっていうところに出た時に、はいはい、もう学園にいらっしゃったから。まあ、当たり前だ。ベジータがノルマチケット買ってたんだよ。そうだ。チケットがはけねえっつって。ああ、女子中高生ばっかりだからな。ですよね。あの時に行ったから先輩で、はい、その時にめちゃくちゃ面白い。あれからもう14年経ってますからね。そうだ。14年目なんで。でも本当ベジータ様はもう尖ってるから、はい、今日このランキングでもう女子高生たちいっぱい見に来てるから、はい、絶対落ちちゃいけないっていう時があったんですよ。なんか入れ替え戦にそのまま行く、はいはいはい、その時加藤隆のネタやってた。やってたな。確かに落ちたい、落ちたい、尖ってるから落ちたいっていう。それ一応その無限大なんかそこ落ちるとシアター D でアゲチャリ出れるから、そっちのがウケるんですよね。そっちのがウケるし、もうその昼間に会いたくないんだよこっちは。もう分かります。レベル高かったです。シソンヌさんとかスリムクラブさんもそのアゲチャリにいました。そこでねチャンピオンになったりとかしてたから、はい、そんないろいろ、いろいろ、まあ、あの一応関係性な、あの長いは長いですよね。そうですよ、まあ、まあ、我々の木で一番できない作家の原田というのが、あの170キロぐらいあるやつ、ね、はい、今杖ついて歩いてる。今ほぼ白髪で、もう老婆みたいな。そうだ、杖ついてる、杖ついて歩いてる。マジっすか。その原田がずっとお世話になって、お世話になって、まあまあまあ、福ちゃんとかもね。そうそう、福ちゃんもね、僕らの編集前してくれた。だから今、うん、僕らのチャンネルに福ちゃんいたでしょ、はい、今ベジータ様のチャンネルに移って、うん、ランキングの編集してるらしい。あの同じようにしろって。あ、僕らちゃんってると。サムネからなんか同じようにしろっていう指示でな。あいつ、すごいよ。あ、そうなんすよ。そうだ。でも全然もうこのね、世界は別に別に、そう、著作権。なんでもあったんでね。あら、はい、そうですよ。違い方言だから YouTube で、ね。著作権フリーですから。なるほど。いいだろう、はい。ということで今回は、まあ、アルグジモトさんに。ベジータだ。あの、すみません。ベジータで統一で。じゃあもうベジータ様、ベジータ王子とかで言います。はい、ああ、それでいい。それでいきます。はい。ベジータ様に、キャラ芸人のくせに、プライドは高い芸人なんじゃない、はいはい、まあまあ、まずプライドは高いのは俺様だから、まあもうプライドの塊ですね。塊だからな。でもなんか漫画で言うと徐々にちょっとプライドなくなっていくというか、まあ守るべきものができてな、ね、ブルマと、ね、今もうなんかいじられパパみたいになってますね。まあちょっとそういう部分も気に入らんかな、はいはい、映画だと変な踊り踊りこうビンゴとかやったりなしてはいるが、はい、そんな俺から見ても、はい、こういったキャラなのにプライド高いんじゃないかな、はい、やっぱそのキャラ芸人ってある意味ちょっと謙虚であるべき、まあいじられてなんぼというかな、部分もあるじゃないですか。芸人以外からもこうこらえても貫くようなのが本来の姿勢だと思うんだが、なのにプライドがやっぱ高い人いるんですか。やっぱ垣間見えるやつがな、います。まあいるな。やっぱキャラ芸人って一緒の仕事になることは多いですか。まあ多いな。他にと DB 芸人やったらキャラ芸人ってそのなんかキャラあるんですか。まあアニメ芸人とかな、アニメ界はいるし、まあアニメじゃなくてもな。そうか、稲垣咲さんとかも、ね、そうそう、劇団アニメ座と、ね、とかもな、確かにやってたから、あ、そうか、あったりするからな、はいはい、じゃあちょっと一応3位から3位発表していただいていいですか、ベジータ様。いいだろう。じゃあはい、3位の方お願いします。3位はアイデンティティ田島。まずは DB 芸人で一番有名なやつを、はい、だってまあ、他にもいるんだからな、DBA にプライド高いやつは。田島さん、まあ、やつはやっぱなかなかな。やっぱりもともと十何年漫才をやってきたから、はい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 、まあ、その地方もあるから、はい、まあ、ああやってやってるとこもあるんだが、はい、やっぱこう漫才ベースのプライドみたいなのが垣間見える、はい、田島さんって、野沢雅子さんそうだの方ですよね。カカロットだ。カカロット、カカロット、カカロットだ。カカロットだ。あ、田島さんってプライド高いんですか。高いぞ、やつは。後輩にあんまいじらせない空気出してる。ああ、悟空なのにプライド高いっていう。高い、下級選手のくせにな。だ俺とか上のやつは結構遠慮なしにいけるし、なるほど、ちゃんと返してはくるから、だから下がこう行きづらい空気は。あ、誰にいじられるのを嫌がるんですか。まず相方な。あ、まあ相方17号。ああ17号ですよね。確かそうです、そうです、ね、はいはい、相方からいじられるのは嫌がる。突っ込まれるのはいいが、あ、なるほど、いじられるのは三浦さんからいじられるのは嫌だってこと。自分が想定しない分で来られるのは多分嫌だろうな。はあ、よく三浦さんって出てきたな。え、三浦さんってよく出てきたな。田島さんと三浦さん、しかも見る方の三浦さん、そう、三浦さん、ね、三浦さん、でも、まあ、三浦さん意外といじられキャラですよね。完全なじゃない方芸人、じゃない方芸人ですけど、いじられキャラで。あ、じゃあその三浦さんが田島さんをいじるのが NG なんですよ、基本的には。そうだな、あんまりな。はあ、だからその平場みたいなライブとかの演劇でも結構そのカカロット、はい、田島の方が三浦をいじったりしてるんだから、はい、17号ね。そんなの別に見たくないだろ、
確かに。そんな昔からのコンビの仲いいんだか、こいつは。確かに。なだったらそれカカロットなんかボケてやるのみたいな。こいつがいじるんだよ。なるほど。ああ変だね、タカロットがずっと17個いじってる状態だから、しかも下手だしね、一番17個、まああれはな、まあ、取っ付けたようなもんだから、まあ、そういう部分もいじったりしてるんだ、はいはい、なるほど。あ でもその言ってももう野沢雅子さんのあの真似で生きてらっしゃるわけじゃないですか。まあそうだな、うん、もう営業も多いしな。なんかその野沢さん的にはそんなにやってほしくないみたいな説を聞いたこともあるんですよね。なんかやっぱ初期に、はい、やつテレビとかまあパッと出た時に、はい、ちょっと下ネタみたいなやつ、ああやってましたね。そうか、本人というよりは多分周りが、なんかあんまりそういうのうちの野沢さん使ってやるのはみたいな、なんかあんまりこう、はい、多分共演したことはないはず。そうか、まあ、だってスーパーレジェンドじゃないですか、まあ、声優界の。ああ野沢さんが言わないことみたいなことをちょっとこうモノマネで言うからもちろんウケるけど、受けるけど、確かに確かに、やっぱ周りからしたらあんまちょっとそういうことはみたいな、パンドラの箱というかね。そういうのも、そういうのいじってもちょっと嫌な顔するんですか、やっぱ。いや、そこはまあでも最低限のリスペクトやっぱあるから。ああ受け入れてるのはあるんですか。ああそんな後釜になろうなんてことは考えてないはずだ。クリカンにはなろう。それは俺たち、それを俺たち考えたらフリーザだけだ。いや、フリーザ様もやばいですよね。ランキング出てこないですよ、ね。いや、あいつはプライドはない、逆に。バンバンバンの。バンバンバン山本、あいつはやばい。いや、ずっとなんか変な。俺たちがなんか、その大元から NG 食らうとしたら、あいつが理由だと思うから。それなんかやっぱ問題児なんですか。まあ問題児な、ずっとな。なんか、金好きですよね。汚い。金に汚い、汚い、フリーザ様。フリーザなのに。ほぼ怒られたことないと思う。先輩ですか。DB芸人の打ち上げみたいなのあっても、はいはいはい、帰るんです先に、会計前で。先輩だから払いたくないから。そう。この間俺聞いたんですけど、なんだ。悪友で中川パラダイスさんって言うんですよ。仲いいの？あのフリーザ様と。いや、あのフリーザ様も聞いたら、パラダイスさんも TikTok やってるんですけど、フリーザ様も TikTok なんかやられてるらしくて。やってるな。ものすごい稼がれてるって。なんか一発で100万入ったことあるんですよ。額聞きました。石油王みたいなさ。そう。あ、そっか、世界的に人気あるから。ああそう。1ヶ月とかやると、もう平均して150ぐらい。TikTok だけ。何もしない。ただフリーダでずっともうじーっとしてるだけなんですよ。ただ、それだったらずっとやった方がいいじゃない。うん。で、次やめたというか。TikTok に？毎回、TikTok 多分やってるけど、そのフリーザをやりたくないって言ってて。なぜ、そのなんでですかって理由聞いたら、それ白く塗るじゃない。肌荒れがすごいらしいです。そう汚いぞ。そう、だからそれが嫌でドドリアみたいですよ、肌も。そんなに稼げるのに、肌荒れが嫌で、あのちょっとやめてるらしいです。肌荒れすぎて、もう第五形態に行ってるとあいつ、その DB 芸人なんかバンドとか組んでなんかやってたりするのが、その練習サボって TikTok ライブとかやってるらしいから。やっぱそうだ、それがすごいらしいよ。じゃあもうセットでいいですか、アイデンティティ田島さんと。フリーザプライドじゃないの。プライドじゃないの。汚ねえ DB 芸人ランキング。汚ねえ芸人ランキング。金に汚ねえ。金にもいろいろ汚ねえランキング。汚ねえ芸人ランキング。いや昔からなんかそのなんか器の小ささみたいな。器は小さいな。フリーザらしからぬ。フリーザ、まあ うね、フリーザで、ね、器は大きいですよね。本来な悪の帝王としてドーンとして小物だやつは。相当高いし。ああでもやっぱり DB 芸人の中にもいるんだね。いやいるっていうかもう主力がそうだから、まあ、そうだそこトップだから。それ後輩の言ったらザーボンとかドドリアとかいっぱいいるじゃないですか。いるな。は、カカロットをいじれないですか。いじれないな。全くいじる腕もないしまずまずな。そうかそうか。まあ、あの人だ、橋山さん。橋山名人。橋山名人。橋山さん。まずいじる腕もないし。そうザーボンやってますもんね。いじる腕もない。腕もない。DB 芸人の中でそのいじりできる人っていないですか。だからもう俺とカカロットぐらいがもうやり合うしかない。そこがなるほどなるほど。本当にだからドラゴンボールだよね。まあ、でカカロットとベジータがやり合うっていう、まあ。三浦さんが本当はそのポジションに行きたいのに、はいはいはい、あの突っ込みだし、はい、それを田島さんが多分拒否してる。まああんまりこういじるなみたいな。はい、突っ込みはいいけどもみたいな。なるほど。いじるのはダメだぞと。あんまりな。なんでこんな格差があるんですか。コンビで。同期なわけですよね、多分。仲いいしな、めちゃくちゃ仲いいのに。なんかずっと喋ってでもやっぱメインだからじゃない、やっぱ三浦がもうやる気は別にないから。ああ、そうなんすか。全部人任せ。ああ。田島が辞めたらあいつも辞めるぐらい。なるほど。自主性がない。だからそれでいい。まあ、そうだ。だからちょうどなんかバランスはいいんですよね。そうだ。逆に任せると多分何もしないです。だ取ってつけたような17号だからさ。本当にな。別に似てもねえしさ。似てない。
田島さんでも本当にねちょっとプライドが高いってけなしちゃいましたけど、はい、行動力がすごいですよね。まあな、うん、ありえない人とコラボしたりしてとかやっぱ YouTube もバズってるからな、YouTube、バズって、はいはい、このアンテナはなファーストテイクとかあったから、そうそう、めちゃくちゃバズったよね。なんかあれユーリとかとコラボしてなかった、やってるやってる、だから相当すごいよ、うん、だから芸人というよりかちょっと YouTuber っぽいというか、モノマネ芸人さんのプライドみたいなのもあるんですかね。まあ、もう本当あのロケーションとかの中でも、はい、ずっと YouTube のアナリティクスみたいなの見てあのお金のところ、ずっとあの再生数、はい、これ初動少ないなずっと相方となんかコメントがどうとか、ああなるほどなるほど、ずっと SNS とかばっかりチェック結構気にしいなんだやつ、そんなカカロット見たくねえんだよな、まあ、結構気にしてるぞああいう書き込みとか、あマジですか、ああ意外と気にされるんだ、いやー、やっぱりちょっと見てみる、SNS 見てみる、結構そういう苦言とか言ってるから、あ、本当ですか、あギャップがありますね、そうだ、さまさかの3位がカカロットというか、カカロットの野郎だ、はい、はい、じゃあ、2位いきましょう、2位、2位お願いいたします、まあ、これをキャラ芸人と言っていいかどうかわからんが、はい、2位はバイク川崎バイク、あの、僕らもコラボしたバイクさん、バイクさん、まあ、プライド、まあ、高かっただろ、いや、まあ、高いというか、僕らはちょっといじっちゃうんで、僕らはだからいじっていいプライドの高さでは、はい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 、でもやっぱり高いというか、まあ、必ずなんか言ったらもう一個付け足しで上を行こうとはしてきますよ、まあまあな、B さんは、あいや、それが単純に能力が高いし、高いです、芸人は全員認めてる、何でもできます、ね、しかも周りが言うことであって、はいはいはい、なんか結構自分から出しすぎ、確かに自分で言う、俺できるぞかも、確かに。MC できるのかも全部自分で言いますね、分かってる俺たちは、はいはいはい、あとはもう一般に伝わる街で、はいはい、それなんか自分で言い過ぎなんじゃないかっていうな同期ですか、いや1個上だ、え1個上、あ B さんが1個上、ただ家が死ぬほど近いっていう、あ徒歩1分ぐらい、え今ですか、今だ、えじゃあもう、まあ、カプセルコーポレーションな、カプセルコーポレーション、もう隣に住んでるからな結構お会いになるってことですか、まあ、関係は長い西の都だった時から、あ西の都か、西の都、大阪でいいです、西の都吉本だった時から西の都大阪吉本ね、大阪吉本です、西の都、まあ、キャラ芸人と言っていいかどうかわからんがな、まあまあまあ、一応表世間的には BKB というキャラで、キャラ芸人の中ではでもだいぶそのトータルバランスでいうめちゃくちゃ強い、高いっすよね、高いな、MC もできるし、コントもやるし、うん、フリートークも全部聞き手もできるし、はい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 、人脈も陽キャだしね、確かにそうだな、B さんの能力すごい高いから、ただプライドもやっぱそれに比例して高い、あそうか、まあ、後輩ね、俺らは結構いじったりとかね、ちょっと B さんするんですけど、いじられもできるから、いじられもできる、あれもいじられてやってるって自分の中で思っちゃってる、どうなんだろうな、ね、だから受け入れはするんだろうな、もしかしたら結構だから DB 芸人のポンコツたちにもしいじられたらついに拒否反応を示す可能性ありますよね、あでもあるな、それはな、はい、ザーボンとドドリア、お前が言う仲間だし、ザーボンとドドリアね、ああザーボンとドドリア、だからキャラ芸人って言われるのも多分嫌だと思う、ああ確かにそれはそうじゃないですね、それもめちゃくちゃ多分自覚多分ないと思いますよ、今一番喜ぶのはそのなんかいろいろ紆余曲折ね、キャラ芸人みたいな感じでやってきましたけど、一発屋芸人みたいな感じ、文才めっちゃありますよね、だからめちゃくちゃ喜ぶ、そこを出したがるやっぱな、ああ褒められたがりだからな、で本当に文学の偉い教授にあの、ね、お願いランキングで順位をつけてもらった時、はいはい、最下位になっちゃったんですよ、文才で書いてるのにか、はい、ああその時本当に教授に、ああまあまあまあ、まあ、あのジャンこういうショートってジャンルがまだ分かってらっしゃらないんでしょうねっていう、教授の考え方は古いとして審査員批判的なやつな、はいはいはい、あそれはちょっとあるな、一番良くないやつだよそれ、ああよく考えた、ね、確かに俺らの YouTube でそれでも言ってたもんな、その根にはもう、まあまあまあ、根に持つ、はい、根に持つ、ああ意外とだから B さんはそこがおもろいところでもあるんですよね、まあでも結果は出してるからな、言ってもな、そうですよね、ずっと長くいますからね、女の子にもなんかうるさいんでしょ、まあ女の子うるさい、 B さんのこと好きって言ってた女の子に誰か他の芸人行くと保険を呈してくるんです、ああもうメンヘラ、メンヘラだ、えどんな感じだった、メンヘラ、はい、いやでも俺の時はこうやったけどなとか、でも全然その子はあれやで、あの俺のことの方が好きやでとかまあそれは結構かましばり、そうだからプライベートであんま負け顔見せたがらない、ああまあでもめちゃくちゃ面白いし、今いい方なんだけどね、そうだな、 B さん自体は嫌いなやつはいないと思う、いないっすよね、芸人で B さん嫌ってる人いないっすよ、マジ珍しい、このプライドが高いと発表されて、あの面白くなる方が確かに大体マイナスイメージじゃないですか、まあまあ、みんな本当にいじれないとかそっちパターンだけど、
B さんは結構これを見てもまたね言ってきそうだけどね。だからそういうことの最初だから昔西宮吉本の時とか、はいはい、BKB みたいなキャラもやってたけど、はい、あれだからもともとその面白くないやつキャラみたいな、はいはいはい、お笑いで生きって痛くて晴れに出てくるけど、はい、つまんないボケをやるキャラみたいなコントとしてやってたから、はい、あそうなんだ BKB 自体をってことそうだからあれが注目された時ちょっと言ってたんだ、はい、俺こんなんやりたないねんみたいななるほどあなんかちょっと受け入れられちゃったこんなおもんないキャラで、はいはい、あんまり広めたくないねんみたいな本当はコントとかやりたい、できるとこ見せたいねみたいな。その葛藤のまま今まで。あ、だから B さんも言ってましたけど、コンビの時はなんか相方なんか才能あって、なんか B さんがちょっとこうできない方のキャラみたいな感じだったんですよね。まあ、確かにそれをなんか嫌でって払拭したくてって言ってましたよ。ああそうなんだ、俺その全然イメージないね。僕らなんか出生の秘密を知らないから、もう BKB としてプライドを捨ててやってるかのように見せてたところをもう見ちゃったから、ね、捨てたふりをしてるな。はいはい。じゃあもう実はもう芯はやっぱあるんですね。やっぱりな、まあそこが強みでもあるけどな。はあ。いやちょっと意外というか。絶対同じつかみあるしねこの、あのお笑い界のものですってやつ。ああ、まあ、やるねやるね。絶対やる。それやるね。やるなそれ。絶対変えないから。あれは。なんか抜いた BKB もあるよ。声ちっちゃい BKB なんか、はい、こういうのもあるけどなぐらい。あ、抜いたやつですか。うん、はっきりというやつじゃなくて。言うやつもあったし。いやー興味深いな。まあでもこのプライドの高さが原動力になってる部分はあるからな、はい、でも仲はいいんすよね。まあなベジータ様とは本当にあの電話買ってきて、はい、カレー作りすぎたから食いに来いへんっつって昼間から2人カレー食ってた時もあるからな徒歩1分だぞ、ね、徒歩1分だからな近くああえ男2人でそうメンヘラだからやっぱいや確かにあのやっぱ女子的な部分めちゃくちゃ女の子なんでね陽キャのメンヘラだからね承認欲求も強いから強いやっぱ結構チヤホヤされたいし女の子みたいな扱いをされたいっていう方、ね、褒められたいから、そう褒められたい褒められたいカレーも美味しくないなんて言った日にはもう呼んでもらえない、まあまあそれはあるかもしれない、はい、ああうまかったちゃんとうまかったですかちゃんとこだわってなちなみに何カレーだったんですかねいやあれなんだ普通にポークカレーポークカレーああ昼間から作りすぎちゃった作りすぎたらしいあんまりこの年の芸人でやんないよねまあね年齢不詳ではあるから年齢不詳確かに意外と年いってるからいやちょっとこれ面白いですねなんか普段ランキング化しない芸人さんがやっぱ俺らは、うん、俺らもう本当におたけさんとかに頼り切っちゃってるもんね、まあまあ、全部おたけさん出してるもんね芸人は全部そうだねやっぱベジータ様がやっぱこんだけフランクに喋ってくれる、まあ、戦場が違うからな俺はやっぱりなそうですよねああだ意外とベジータ様がこんなフラン、まあ、嬉しいよ俺、うんね、ベジータ様とこんなに喋れるなんだ失礼だろ戻り込むなおよちょっと見たかった、ね、失礼だろどんな顔してんのかなとベジータ様失礼だよな顔だヤジロベヤジロベになるよしじゃあいきますかさあついに、はい、栄えある第1位はい、はいお願いいたしますいいだろうナンバーワンは若いおさむだ本当ですかガンダムのアムロレイアムロレイでおなじみのなんかあんまりプライドなさそうにいやあるあるんですかだしもともと俺はやつを見てちょっとこうなったみたいなとこもあるからえああじゃあ心の師匠というかまあみたいなとこは正直あるあんなマニアックなアムロというキャラで、はい、当時笑いの金メダルが出て、はい、ガンガン受けてたから受けてました、ね、あんなマニアックなアニメキャラで受けれるのかと、はい、いうところで俺はちょっと感動してあみたいな部分もあるんだそれ R さんが芸人ベジータだベジータだ本当にナチュラル出ましたそのベジータ様が芸人になられてから見てこのキャラもって感じですか、まあ、やるかやらんかぐらいの時だなあーそうなんだ あじゃあ若井さんが結構なんかターニングポイントというかまあ正直あったとは思うなんーあじゃあリスペクトの方が強いんじゃないですか、まあ、あるんだがちょっとやっぱプライドが高すぎて実際会うともう2年ぐらい会ってないしなもん会ってないよ誰も会ってないあ僕一回キックボクシークリスタルジムのイベントでそっちか、はい、で今めっちゃ筋トレされてるみたいなやってるもうなんかアムロとかけ離れた方に行ってるんだいや確かにああキックボクシングのインストラクターみたいなやってるらしいけどそのジムの誰よりもガリガリだったんですよそうもう白髪もすごいしなおじいちゃん今ちょっと初老だったよねそうそう15歳だぞアムロで若いさんたぶん50ぐらいなんじゃないですか結構行ってる近いですよね確かに近いなあどういうプライドなんですかねあの結構言うなえあいつ思んないとか酒癖が悪いそれ酔った時にってことですか酔った時だいやでも普段もポロって出る
ちょっとそのブラックな部分を持ち合わせが結構言うな、まであいつ思んない。でもキャラ芸人じゃないですか、同じキャラ芸人とかに対して言うんですか。キャラ芸人だが、はい、結構字を出すの。はあ、いざ出たら、まあ、最初は安室ですとか言うけど、はいはいはい、あとはもう和解を収むとして、はいはい、要はそっちで喋れるぞ。なるほど、ああそっちタイプですね。俺おもろいぞ、はい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 、出す。でむしろ安室は名刺だけで、あとはもう和解を収むを見てくれると。そうだな、ネタとかぐらいだな。なるほど。俺はもっと安室を見たいんだから。それ安室に対してもちょっと失礼ですよね。まあでもちょっとあるかもな、飽きたのかなんか分からんが。アムロは、でも若い人そんな感じなんですね。結構な。それは あいつらおもんないっていうのは売れてない芸人に対して言うんですか。いやもうそれこそなんか賞レースの決勝とか見てる。決勝に対して、まあ、飲みながらな、見るようになる、はい、それは漫才の方ですか、それもコントの方。まあ漫才とか漫才の方、結構言う M の方。それでもう一個なくなってるものあるから。仕事がですか。俺たちあの劇団アニメ座という、はいはいはい、もともとの若井治が立ち上げて、はいはい、まあ簡単に言うと吉本のアニメキャラ新喜劇、まあ俺がいたり、まあ、当時人気絶頂の桜井長樹さん、はい、アスカがいたりとか、はいはい、コラメディテナ高台とか、はい、で天心向井、はい、もう、まあ、若井治より先輩だから、はい、まあ、ツッコミ役みたいな感じでいてやってたんだが、なんか最後の方にその酔って多分 SNS で天心向井の悪口言いまくって、先輩のでも自然ショー、空中文化、面白い感じの悪口じゃなくて、いやもう本ガチの。ちなみになんですけど、まあ、もちろん P もいられないですけど、どういう悪口ですか。いやもうこれ言っていいだ、はい、まあアニメーターがいろいろやってて、はい、なんかこう最後の方にアニメーターハイブリッドって言って、はい、舞台俳優も含めて、はい、もうガチの人気舞台俳優も含めてやってた、はい、でなんか天使向井が仕切ってて、はい、で天使向井が脚本を書いて、結構もう7公演ぐらいやって、まあ脚本も入って成功だって、はい、言った後、終わった後にあんなおもんない台本で演者の皆さんのおかげなんて笑けるわみたいな、結構ほんとガチのそれ。アムロレイがアムロレイが笑けるわアムロレイもできるんですね。似てる、王子アムロレイもできるんだこれ。あんなおもん台本でつぶやいて、でもそれって天使向かいで僕らも共演させてもらったことあるんですけど、うん、嫌な人じゃないじゃないですか。めちゃくちゃ能力高いですよね。めちゃくちゃ能力高くていい人じゃないですか、うん、で仕事もちゃんとするし、ね、けど多分、うん、その、はい、まあ元々若尾さんが劇団アニメ立ち上げ、うん、座長でやってたんだが、はいはいはい、なんかだんだん向井がこう侵食してきて、あで台本も書き出して仕切って自分のコンテンツみたいに知ってったから、多分そこにちょっとモヤモヤもあった。なるほど、ちょっと乗っ取られた的な、ちょこちょこそういうのも言ってた。はまあ、アニメ座ももう向井さんのものですねみたいなこともなんかこう皮肉をな、酔っ払ってそれをツイートしてたんですね。それを多分溢れたんだろうな、その多分台本になんか気に入らない部分があったんだろうな。それその一発ですか、 SNS、ツイッターは。いやそれも何頭もして、その夜うわそれはちょっとやっぱお酒飲んでるってことですよね。ああそうだ、よくないな。その後アカウント消してたと思う一番ダサいやつじゃないですか。ああそっからもうほぼ共演してないんじゃないか、じゃあもうそれがあって劇団アニメ座は解散、解散、空中分解。めちゃくちゃあの人気ありましたよね、一時期お客さんもいっぱい来てあったけど、もう全部稲垣咲希のファン。ああ咲希さんも結婚されましたもんね。そう結婚して、もう今タイ住みます芸人。そうだ、行かれてんだもん、タイに、タイ住みます芸人。だからそのアニメ座ってここですごい人気あった人が集まって、ある意味最強の新喜劇、アニメ新喜劇みたいなのができるってなったのに、うん、なんかいつの間にか終わって、でもそれぞれはそれぞれの活動に戻ったのに、若井さんだけそんなにアムロレイブやってないですよね。そうやってない。アニメ座もそのアニメキャラが揃って、もっとアニメネタ、アニメボケをやったりのに、結構みんな地のボケを、はいはいはい、こっち側を楽しませるようなボケに行くから、ちょっとうちうちになってきて、なるほど、アニメファンがついてなかった。あなるほど、そのままアニメの笑いをやってほしい。アニメの笑いをやるべきなの。もともとお笑いをやってだから、お笑いのそういうプライドもあるんだな、多分アドリブが多くて。とにかくでもみんなやっぱりアニメ座といえど、そのキャラで、あの要はアニメ自体は違うわけじゃないですか。ドラゴンボールだったり、エヴァンゲリオンだったり、北斗の拳とかあるからな、はい、それ各々やっぱり自分の持ちギャグみたいなのがありますよね。あるけど、なんかもうそれを振りにしても自分のボケ全員やりだすから。なるほど、なるほど。でその筆頭がもう若いおさん一番お笑いプライドというか、一番もう、もうガンダムボケとかよりも自分のボケを、エピソード、あ、自分でエピソードトークとかするんですか。ああ最終的にもうギター出していい歌歌ってたから
何の時間だと思って。おもろ。昔作った歌なんですよ。見に来た人意味わかんないもんな。尖りすぎて、結果、そのよくわからないキックボクシングのトレーナーを今やってるっていう。まあ多分生活のためだろうな。はあ、まさか。すごいよ。わかります。まさか1位。クリスタルジムで、あれ、ケンコバさんと一緒になって、ケンコバさんがいた時に、ケンコバ軍団みたいな、はい、ですよね。結構上の先輩には可愛がられてますよね。そうだな、うん、それこそジュニアさんとかもあの、うん、独特のエピソードあったじゃないですか。なんか自分探しの旅に反省がなめちゃくちゃみたいな、はいはい、家族と仲悪くて、なんかそのバックパッカーみたいな、うん、旅行行ってみたいなあったり、ね、海外で裸 NG ですもんね、あの方は。そのちっちゃいのが入ってる、ちっちゃいのが入ってる、ミツルみたいな、おさむな、おさむな、なんでミツルって言えば若いおさむ036だ。19の新回転としようかも。036で036やってることはクニコさんと一緒よね。925でクニコってやってるから、ね、やってんのか、はい、それもやって、いや入れてないけどね、クニコさんね。まあまあまあ、でもほんとおさむさん、これでもプライドの高さをこう捨てていただいて、こう再起というか、だってみんな本当にあの頃笑いの金メダルとか認知度すごかったじゃないですか。ネタも受けてたな、はい。今再起は、いや難しいですか。分からんな。だってその合ってないからな、分からんな。だって藤本さんもベジータだ。ベジータ様も、ベジータ様だって。若いおさむさんがいなかったら、そのただの藤本のままだったの。まあ地球人のふりしてやってた可能性はあるからな、はい。言ったら心の死というか。ガンダムなんかずっと盛り上がってるからな、ったら。いやですよね。うん、ああもうまあまあ言い方悪いけども、もう便乗して、はいはいはい、もっとやるべきだと思うんだから、はい、この新作が出るたびに。確かに。いや確かに。でも見ないというかね、あの営業とかでも一緒にならないですもんね。昔はなってたけどな、もうなくなったな。最近は全く。ないな。ちょっと若いおさむさんとちょっとまあ、あの別の方のナッパ。ナッパ、もっとナッパいいじゃないですか。今どうなってるんですか。そこに そこに切り込むか。どうしてもちょっと聞きたいんで。誰も興味ないだろ、ね。まあ一応アニメ団にもいたからね。アニメ団で、まあ山梨住みます芸人な、はい、石井壮太郎さんと、うん、でも解散させられて、はい、もうほぼ組みた感じで戻ってきて、はいはいはい、今毎日 YouTube でスパチャくれって言うだけの配信をやってる。毎日も生配信スパチャくれーってくれないと意味ないですよ。ナッパももうやってないんですか。あ、やってないですか、もう。たまに思い出したのやってるらしい。はあ、いや言ってほしくないの、その DB 芸人ナッパがとか。ああ。スパチャくれくれの配信が。はいはいはい、はい、ああ。でも本当のナッパよりクズになっちゃう。クズ野郎だもん。一回俺なんかブログかなんか、はい、ツイッターかな、はい、ノートかわかんないけど、うん、芸人辞めますみたいな。今までありがとうございましたみたいな。そういうこと書く。ね。メンヘラが。で、あ、辞めるんだと思って、その話したら、いやいや、あれいつもですよみたいな。そう。あんなのバーって書いて、いや釣りというか、そう釣りみたいな、かまってちゃう。そう。で、内容が結構ねえぐいのよ。そう。なんか俺のこと分かってくれないお前らのせいだみたいな。そう、全部人のせいだ。なんで笑わねえんだみたいな。ナッパこじらせてるのメンヘラなのよ。やばいあれは。だから俺がだからコンビ1年ぐらいやってもう解散したのも、はい、もう15年ぐらい前だ。はい。た時のその解散して、はい、こっちは明るく、はい、解散しますみたいな道を報告するだろう、はい。あいつのブログのタイトル死。知ってるか一文字でベジータさんの言葉を応援してあげてください。僕は一人で東京に行ってのたれ死ぬと思いますが、ね、こっちが悪いかのように書いて。ナッパってそのメンヘラなんだよ。てかもうあの見た目の人ってやっぱみんなメンヘラなんだよ。いや本当は豪快であってほしいけどな。まあクロちゃんさんもそうだしね。そうだし、リョウちゃんもさ、はいはいはい、ほぼやっぱあの見た目の人みんなメンヘラじゃん。確かに確かに。でも一番ひどいかもしれない。一番ひどいやつは。確かに。しかもクズがちょっとキャラになってないというかさ、なガチでクズすぎてみんなあんまり言わないっすもん、ね。言わない、もう関わりたくないから。割と女の子とかも好きだしね。そうそう、そう。でそのせいで俺解散してるから。え、はあ。あ、そうなんですか。当時あったあのミクシーとかで手当たり次第メッセージ。ナッパが。後輩にも。え、芸人の子は後輩だからアマチュア芸人とかにも手当たり次第メールを。それはもう単純に飲みに行こうよとか。いやもうその気持ち悪いその文面も、はい、男と女として遊びに行きましょうでそんなやつも面白いな、面白いな、男と女としてでその後輩ももうボケだと思って、はい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 、気持ち悪いです、はいはい、10回たってなんか行きたくないですよって言ったら、はい、ガチギレして、怒っちゃうんですね。おもんないからお前も俺はテレビにも出てるんで。あー、その時ちょこちょこ出てたのかもな。いやでもきついな、掘り下げるとね、うん、面白い人なのかもしれないけど、ただそこはもう NG だからな、本人。まあそうですね。
いじられるのか。いじられも NG だし、まあ、こっち側もあんまりいじりたくもないってこと。いじりたくも。なんでそのいじられたくないしプライド高い人がそのキャラ芸人に集まっちゃうんですかね。なんかキャラ芸人の真実、心理みたいのを。多分だが、はい、まあ、俺もこういうとこあるんだが、はい、滑ってもそんな傷つかないというか素で滑るのが一番きついから。だから自分が滑ってると思わなくていいってこと。キャラが滑ってる。キャラが滑ってる。キャラがいじられてる。なるほど。それを、いや、ベジータ様はもう冷静にそれを分かってるけど、一回の防御力を高めてる部分もある。はいはいはい。じゃあもう基本的にキャラ芸人全員プライド高いってことですか。まあ、高いだろうな、おそらく。高いし、しかも責任転嫁ってことですか。そうだな。傷つきたくないんだろうな。はあ。でもピン芸人多いからさ、あみんな、コンちゃんもそうだし、橋山さんもそうだし、みんなやっぱりそうじゃない。なんか入れてくるだろ、キャラみたいな。はい、入れてきますね。ああ、で逆に数とかでやってる BKB がすごいっていうのがある。ああ、そうかそうか。ああ、そっか。 BKB さんは別にもともとあったキャラではなくて、じゃないから。だから1個コントとしてやってるってことですよね。コント師のみでピン芸人やってるやつはすごいな、正直。だから R さんもベジータの、おい、で統一してくれ。なんだ今の、めんどくせえなみたいないや、話進まねえなと思って。貴様が俺をベジータと呼べばいいだけだ。そうか。地球のためにも気遣ってくれ。どうだ、だ本当に。おもろすぎない。でもその、そのだからやっぱベジータ様が一番まともって状況が一番 DB 芸人にとっておかしな状況なんですよ。ベジータがいじられキャラなわけじゃないですか、うん、本来は。俺だからアタッカーでいたいわけだもん、はい、もっとボケとか。確かにそのお前らなんかに突っ込んで時間使いたくないんだから、はいはいはい、それなのにもうベジータ様が座長にならざるを得ない。ならざるを得ない。なんか細かい処理をしないといけない。覚えたてのホイミを使ってなんか細かく回復したくないんだ俺は俺はメラゾーマとかで攻撃したいわけだ。なるほど。こいつらが勝手になんかやるからもうホイミ唱えて、はい、そこはビッグバンアタックとかじゃないんですね。メラゾーマ、ビッグバンアタックだメラゾーマとかドラクエのキャラ出てきちゃった、はい、まあ、鳥山キャラ、はい、でも本当に、はい、本当にそのあの本当に DB 芸人のやってる時の、はい、あのベジータ様は本当に座長としてあんまり楽しそうではないというか、うん、まあ、気苦労は多い。ザオーとかに出てる時の方が解放してる感じはあります、ね。まあ、それはな、正直な、はい、この見た目で大喜利めちゃくちゃ強いからね。しかもそのザオーでも、ザオーでもすごいのが、あの多分思いつかなかった時はベジータで大喜利するから。あ、そうだ、ね、ほとんどは素ですよね。大喜利素ですよね、結構。まあまあ割とお題によってはな。でもそれはテクニックに聞いたことあるんですよ、やっぱ。その最悪この格好してるから、うんうん、ベジータにの大喜利もできるから。あ、なるほどね。そう、それを振りとして2種類あるっていう、違う方でもいけるっていう。そうそうそう、大喜利は得意なんですもんね、ベジータ様は。まあ得意とは言われるな。ですよね。結構もう俺結構見てるから大喜利は。だからそこだけで持ってるんですよ、ね、俺はそこにそんなにプライド出してないから。あ、そうですよね。大喜利できますとかは俺はそんな出してないから。でもその DB 芸人のそのギリギリ保ってるところが、うん、ベジータ様がちゃんと大喜利というお笑いもできるし、まあ予想でストレス発散する部分はある、はい、しっかりとしてるっていう、ベジータ様だけしっかりとしてるっていうその信頼で DB が持ってるから、うん、そのベジータ様がもういいやってやる気なくなった瞬間にとんでもない崩壊を、まあ、終わりだなこれは。確かに誰も手綱引く人いないからね、うん、そう、いないな。ザーボンとドドリアがただの迷惑系 YouTuber になるだけじゃ、うん、そうだよ、あいつらも。だから配信やってますよ2人でね、ラジオみたいな、なあ、はい、くだらんやつやってる。いやだから別に俺抜きでもやってほしいわけだ、 DB 芸にライブとか、はいはいはい、やらない結局。ベジータ様が動かないと何もっていう、ね、もしかしたら僕はその世直しのためにもランキングを始めて、もうこのキャラを一般層に知ってもらおうと、こいつらクズ、クズだけど DB としてやってるんだよ。ちなみにどういうランキングなんですかそれって。どうも最初やったのがいじりづらい DB 芸人ランキング、すぐにキャラを降りる DB 芸人ランキング、あと最近はもう関わりたくない DB 芸人。それはもう概要欄に全部貼り付けておきますから。ファンとの距離がグダグダな DB 芸人ランキングとかな。めっちゃおもろいけどな。ちなみになんか全てのランキングに出てきちゃう問題児は、うん、全てのランキング、まあでも橋山名伝とかな。ああ、橋山さんも変な人っすもんね。ああ、なんならあの人はまさかザーボンやると思わなかったもんね。セルの人も、はい、美を好む戦士が不潔の極みみたいな。あ、そうだ、うん、
セルはあれでしょ、角田さん。セルの人も変な人ですよ。あいつはやばいな、スタジオ角田さん。スタジオ角田さん。あれもやばい。13キロね。ああ。変な人ばっかなの、本当に。だからもうその各機で目立ってやばいやつがもう集結してくる。コンちゃんもある意味ね、いやー、一番やばい、やばいっすよ。あれやばい。やばいっすよ。やっぱりぶっ飛んでるんで。で、作家もポンコツよ、原田だから。原田な。原田君が一番キャラあるんだけどね。原田はキャラすごい。キャラすごいっすよね。素のキャラ。脱いだら絶対滑らないから。タレパンダみたいな裸してる。170キロやって、しかもあの170キロなのに1年目僕らと同じ時に卒業して 2,3 年無限大の転換をやってたんですよ、見習いとして。あ、裏方な。でもあの一発目の漫才よりも、うん、あの原田がマイク持って出てきて受けちゃうから、なんかでけえやつ来た一発目の芸一発吉本の転換おもろってなって、一発目の芸人が滑るんですよ。ネタ打てないんだよな。そうそうそう、面白い。原田がでかすぎて。シアタリーの袖からはみ出してくる。でかすぎてね。原田もプライド高いですね。原田はやっぱいじると消えるから。はい。確かに。原田と金ちゃん。金ちゃんも温厚なんですけど、はい、原田を一回同期だから単独の作家につけたら、僕らの書いたネタとかにもボロカスに言うんですよ、原田。成立してない。りょうちゃんがね、次の日までネタ作んなきゃなくて、りょうちゃん寝ちゃったんですよ、本社で。だから俺が設定で考えてこんなのどうかなどうかなって原田君に聞いてたら、いやそれはもう成立しないと思うよみたいな、辻褄が合わないみたいな、はっきり言うんだな、やつも。ちょっと待ってくれと、もうそれがずっと続いたんで、うん、じゃあちょっと新しいの提案してくんねえかっつって一緒に作ってるのに、うん、それちょっとまあ一回あの、そう、作家だから、作家なんだから、まあね、否定するだけじゃなくて、じゃあ原田君があのやりたいこととか面白いと思うことも台本にしてよって言ったら、うん、それはできないみたいな。そう、あの言うけどやらない。そう、だ本当にデブです、ただの、うん、本当原田君はね。だって何かの台本などこかからコピペして持ってきたもんな。じゃあ何そんなことやってんの。はい、ありました。本当に、まあ、そういう原田君はまあまあね、まあまあ1位は原田というか、まあまあはい、だから原田誰も知らないですよ、ね、もう本当にこのベジータ様がこの苦労してるのを知ってください。 DB 芸人が知らなくていい、これ知らなくていい、知らなくていい、知らなくていい、楽しくバカなやつらだと思って。なるほど、はい、じゃあ表に出しちゃうとちょっとやっぱそういう、表に 俺が出すから。ああ、それはベジータ様は全部、はい、そうだ、だからせめてさ、ナッパは黙ってろ。違う違う、せめて田島さんとベジータさんのタッグでやってますって感じがね、だったらいいじゃない。ここは全然別に問題ない。僕ベジータで、まあ2トップなんじゃない、これライバルでやり合ってるから、ね、あとがみんなポンコツっていうだけで、うんうん、まあでもまあドラゴンボールってそういうもんだからね言ったらドラゴンボールでもだって、まあまあまあ、ベジータとカカロットがいればいい。まあ各々全員敵同士だからね、はいはい、ベジータが裏回しをしてる状況で、まあ、それは正直したくないさせるなと。ベジータ回しおもろいよね。いや面白いよ、それ一番面白い状況ではあるのよ。俺は逆に小器用に見られたくないから。ああ、そっか、意外とストライカーの方がいいですもんね。になりたいんだ、ね、本当は。ああ、さあということで、はいはい、キャラ芸人のくせにプライドが高い芸人なんでいる、まさかの結果となりまして、はいはい、今日のゲストは最後、はい、誰でしたか、今日のゲスト、今日のゲスト、はいはい、R 藤本さんです。ベジータの今日のゲスト、はい、ジャムおじさんでした。ジャムおじさんだよやってくれた、やついにやってくれた初めてじゃないこれね、初めてベジータの格好でやってくれた、ありがとうジャムおじさんやってくれた。本日のゲスト加藤隆さんでした。ありがとうございました。すごいね、ほらね、すごい、ほらあこのチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。